ホラポス、関西百名山、ワウワウ。おはようございます、皆さん。時刻は間もなく10時になろうとしております。今日ここちゃんと言うてくれよ、時間。9時58分です。今日ここじゃん、JR は敦賀駅にやってきております。今日はここから関西百名山は第71座。はい、はい、おやだま野坂岳、野坂岳に行きます。ここから2駅ぐらいあるんですけど、はい、その電車に乗るためには1時間ぐらい待たないといけないんで、はい、6.7 キロまた登山口まで走ります。 6.7 キロ、はい、はい、走ります。で、またここに走って戻ってきます。はい、ピストンですね。はい、戻ってくる途中に、はい、日本海魚町かなんかいうお魚の美味しそうな日本海魚町、はい、そこでご飯食べて帰ります。楽しみですね。はい、それでは今日も元気に行ってみよう。あう、恐竜。鉄道の町やから。へえ。今年港駅。うん。へえ。いっぱいあるらしいで、この通り沿いに。すごいやん。すごい、これファンにはたまらんあれなんじゃん。大きそうなやもんな。うん、大きいね。ほんまにあれかいう感じ。いや、だから900メートルあるらしいからな。あ、そう。うん、六甲山だよ。ほんであれやな。しかし関西百名山なのにここ福井県ですけど。ええんか。まあ大雑把な括りということで。関西ちゃうよね。11時3分、距離は 6.4 キロ、はい、1時間4分でここまで来ました。はい、そしてここに少年自然の家まであと 1.5 キロの表示があります。はい、これをまっすぐ行くと阿波の駅。ああ、なるほど。うん、駅からここに出てきて、こっちに行かない。なるほど、なるほど。はい、いや、途中も面白かったね。いろいろバス停とかね、あの山通しで。いや、走ってくると気持ちよかったよ。はい、はい、ここから、いよいよ登山道の方に向かっていきたいと思います。はい、はい、憩いの森を目指していきます。はい、秋山がすごく綺麗なよね。あちこち紅葉してね。うん、電車で来る車窓からの風景も素敵やったね。ここは福井県です。なあ、関西と言っていいのか。関西百名山です。おはい、時刻は11時17分、距離は 7.5 キロ。はい、あ、お手洗いですかね、あれ。はい、スタート地点には綺麗なお手洗いもあります。パラペコです。時刻は11時27分、距離は 8.1 キロ。はい、ここは、こう登ってきましたね。はい、自然の家が見えたらここの丸太階段を登っていきますと。はい、
こにもトイレがあるはず。おお、これ作っちゃう、うん、キャンプファイヤー場これ。ああ、やはり、はい、登山靴とか書いてないけど、うん、いかにもこれやな。ここですか。ここやろ。おお、いよいよやな。ここまで車で来れるんかな。おお、そうやな。我々の登山は1時間34分経ってから始まります。11時33分、はい、8.4 キロから始まります。はい、スタート。クマ注意。クマの形のクマ鈴をしてきましたけど、はい、いよいよようやく山道ですね、はい、リュウジさん、はい、たくさんの人が登っておられますね。うまいな。駐車場がすぐそこにあるからな。うん、もう手軽に午前中登って降りてるって感じやね、うん、眺めがいいらしいから楽しみやね。はい、腹減ったね。そうやろ、うん、だいぶ腹ペコやで。はい、ちょっと岩ゴロゴロ道です。うん、まあ、しかしいろんな高齢の方も歩いておられるしね。俺のことか。うまい。確かに若くはない。いや、よう整備されてるよ。これ結構急ですね。結構急ですね。ええ運動になりますね。先週の愛の土山はどうだったんですかね。はい、60歳になって初めてのフルマラソンだったそうですよね。はい、どうだったんでしょう。聞いてみましょう、感想。どうだったんでしょうか。イエイイエイ、成功マラソン、成功マラソン、初めて土山で歩かなかったという結果はなんと3時間59分59秒という、狙ってもなかなか出ないようなネットタイムでゴール。そしてグロスの方はなんと4時間と28秒なんとか出らんかったんか、この20秒っていうような結果でした。ちょっと疲労が残ってますよ、まだ疲労ね、残ってますね。なんか足重たいですよね、うん、の1週間後の今日であります。ところで純喜さんは前回よりもプラス、歩いてくださいね、ちょっと、うん、プラス5キロの馬体重で臨んだところ、うん、4時間22分という、おっそ父はワーストタイムを叩き出しました。まあ、はい、でもその日持てる力は精一杯出し尽くして、こう歩かずきちんと走ってね、うん、ゴールしたんでね、まあ、一応フルマラソン完走できるような体力はまだあるよということで、はい、いうような2022年でありました。はい、終わりか、22年22年フルマラソンね、はい。までね、ひたすら足元を見て進むって感じだったんやけど、うん、ここまで来たら一気に景色が開けて、海が見えるやん。そうやね、ほんでそこの山肌に当たる光と感じとかさ、この山の大きさを感じられるよね。わー、すごい。あー、海、駿河湾です。駿河湾です。はるばる来ました、駿河湾。何度も言いますけど、ここは福井県です。しかし関西百名山です。細かい、もうね、色といいね、この足元の感触といいね、落ち葉のたくさんある、もうほんと秋の山を満喫してるって感じ。もうひらひらひらっていう落ち葉の感じとね、もうほんと山の秋、秋の深まる山、綺麗やな。腹減ったわ。憩いの森約 1.5 キロ、山頂2キロ、1時間30分。ありがとうございます。
お会いできると映して大丈夫です。あ、私は大丈夫です。あ、どう、あの顔はやめて、僕は知ってますわ。お願いします。いや、大丈夫ですよ。君いつも見てもらって、僕は大丈夫ですか。ありがとうございます。僕大丈夫です。写真撮ってください。はい、もちろんもちろん。だいぶあの編集が溜まってるんで、だいぶ先になりますけど、また顔をあのぼかしてあげときます。いやいや、とんでもない、とんでもない。記念に見てください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いってらっしゃい。気をつけて。忘れた。あ、忘れた。はい、はい、山頂までまだしばらくかかるんで、はい、ちょうどね、この登山道にも邪魔にならへん、ちょっと弁当スポットとも言えるあれを見つけました。はい、お弁当タイムします。これ雪が降ったらすごいね、雪深いんやろうなって感じの木ですね。はい、ここでお弁当します。はい、純吉弁当あります。はい、今日の弁当、純吉弁当食べます。で、今日は昨日の晩作った、鮭のバター醤油焼き、はい、しめじとさつまいも入りで、ゆで卵、すきゃべつで、三色弁当。はい、いただきます。はい、どうぞ召し上がれ。はい、ありがとうございます。リュウさんもどうぞ。はい、おいしい、幸せ。いいね、ここ、うん、ジェーン一緒やっちゅうね。ふにゃららふにゃららふにゃらら。はい、12時52分、お弁当タイムが終わり、再出発です。58分、距離は 11.2 キロ。さっきご飯を食べたつづらいをもう一段階頑張ってきたら、ここにベンチがありました。若干フライング。はい、あ、ここええわ。ねえ、ここええね。うん、待ちきれない小僧たちのためにここでご飯も食べる。紅葉中、本当にいい山よ。危険箇所もないしね、これはね、うん、いろんな人にお勧めしたいよね。車だったら一発よな。うん、すごくなっていくな。おー、すごい。わー、綺麗。ここは二の竹なのな。うん、へえって感じ。時刻ですよ。13時14分。はい。11.9 キロ。はい。二の竹。二の竹です。遠くから見たら竹になってるのかな。うん。雪の時に来ても楽しそうよね。めっちゃ雪深いんやね。ああ。さっきね、あった方がね、すごいね、あの、喜んでくれはってね、うちらに会えたこと。なんか、ああやって喜んでもらえるとね、なんか、ああ、うちらにとってもいい一日になったなーって気するよね。本当ありがたいことで。神社や。これはあれやね、後でお参りして帰ろう。うわ、すごい短歌もありましたね。うん、雪の上をこうするやつやから、やっぱりやってるから。あ、すごい。うわ、すごい。時刻は13時28分、はい、距離は 12.6 キロ、はい、これです。関西百名山は第71座。タッチ。やりました、タッチやりました。パパウ。関西百名山、パパウ。はい、やりました。な、すべてにおいてピカピカやね。これ山頂ってもなんか綺麗やし。すごいで、これ。すごいな。すごい、すごい。うわこれはすごい。へえ。ここ
で弁当でなくてよかったんかっちゅうことや、うん、持てへんかったよ、持てへんかったな、ハリュウちゃん影になっちゃうね。煙っててもこんなに見えるっていうのがすごいな。3時44分、はい、12.8 キロ休憩を終えまして下山したいと思います、はい、いや本当に絶景な山頂でしたね、この鶴ヶ湾の眺めといい、この白山まで見えるという、うん、今度は縦走してみたいですね、これ我々も絶景ですよきっと、稜線沿い、はい、はい、ということで下山開始です、はい、ほんと綺麗だね、うん、すごいなここ2時です、ほんと綺麗、山頂も良いしね、登るまでも、登った後も良いしね、本当にいい山だね、うんうん、お、昼食会場や、おー、ほんまや、ここまで寄ってきたやん、これ下りはせないな、うん、ここで食べるのやっぱええよな、せやな、おー、ワンシンポしなあかんかったわ、はい、ちょっとフライングでしたね、26分です、はーい、通過します、あ、ここ一ノ岳おすすめは一ノ岳で、はい、あでも行く山頂まで行けんじゃったら山頂でがいいよねやっぱね、うん、時刻は14時11分、 14.4 キロ、はい、いや見落とさずに来ましたね、はい、フライング休憩、あ、行者岩です、フライング休憩会場からちょっと降りたところでした、え、これこっちよな、そうやろ、そうやな、確かに行者岩、あそこが今通ってきた道やから、うん、あそこからちょっと寄り道したらこの行者岩に来れると、おでもあっちから見た風景の方が眺めもいいしね、はい、行者岩です、あ、でもこう見るとこの稜線とか綺麗やね、うん、うん、なるほどなるほど、ちょっと寄り道しました、結構な登りでしたね、な感じです、うん、大きくなりました、あ、リュウちゃんのおーっていう声がいいね、うん、そうやね、この折れるごとに景色が近くなるのがまたなんかね、うん、ラピストンでもこの山すごいいいよね、うん、あとはグルメやな、うん、いや本当に綺麗な山でなんかちょっと感激しましたね、うんうん、同じ道を降りてってもなんか日の傾き方と当たり方でまたねすっごい綺麗に見えてね、石とは全然違う印象で、いや本当に来れて良かったですね、今日の日に、リュウさんどうだったんですか、良かったですね、時刻は14時52分、はい、距離は 16.9 キロ、はい、キャンプ場のところ降りてきたとこです、はい、少年自然の家です、あ、そうそうそう、はい、戻ってきましたね、来ました、はい、ここから鶴ヶ駅の方に向けてまた7キロ、8キロ、6キロ、6点何キロ、ここからなんかもうちょっとあるんで、あ、そうだね、駅からやったもんね、プラス 1.5 キロやから、はい、8キロぐらいあるで、はい、あ、途中でなんかちょっと美味しいもの食べれるのを励みに頑張って走りたいと思います、はい、日本海魚町によります、はい、5時半までらしいんで、まあ間に合うでしょう、はい、はい、行ってみよう、おう、あう、はい、ここまで戻ってきました、こっちに行くと駅、駅のところね、こっち行くとね、うんうんうん、阿波の駅ね、はい、
で時刻は15時10分、距離は 18.4 キロです。はい、テクテク歩いてます。はい、お腹すかしてマグロ食べに行きたいと思います。ペッコペコにするぞ。あんま食わんでやつを。ペッコペコ。関連さんいるからな。おいえい。おいえい。ほどほどにしといてください。おいえい。いやほう。うん。登ってきたのはあの山です。18分、ほぼ予定通りですね、はい、4時前ですね。テクテク歩いてきました。 21.6 キロ。すごい、めっちゃ大規模や。めっちゃ車止まってるし、これ期待大ですね。観光バスもいっぱい入ってきました。ほんまや、魚町やって、やってきました。危ないね、うん、はい。なりました。私、広志のをいただいてみたいなと思います。まず、牛一さんにご賞味いただきたいですね。こんな感じです。ウニとかいろいろ乗ってますね。迷ったらこれ、広志のだそうです。さあ、牛一さんに召し上がっていただきましょう。わさびを醤油で溶いて、めっちゃいきますね、サビ。うん。リュウジさんはね、お魚とか海鮮もの大好きですからね。ここの区画を見つけてきてくれたのはリュウジさんです。2週ほどしてここにしようと言って決めたところであります。さあ、何から行くのか。マグロ好き、やっぱりマグロか。行くのか、マグロ。観光バスが到着したそうです。観光バスじゃんじゃん来てます。うん、お、海行きましたね。まあ普通やね。普通に美味しいらしいです、うん、はい、普通いただきました。ジュンコさんは半分ぐらいで、いただきます。私はね、ウニ行きたいんですよね。久々に食べたウニの味。うん、美味しいよ、うん、美味しい。車掌さんちゃん。あ、車掌さんや、懐かしい。これ映るかな。見ました、見えてる。見えてるです。もうもはや夜景も。はい、帰ってきました。テクテク歩いて帰ってきました。時刻は17時21分。はい、26.5 キロの旅でしたね。はい、帰ってきました、鶴ヶ池。今日は本当にね、秋晴れの気持ちのいいあの山を楽しむことができましたね。うん、はい。リュウジさんどうだったんですかね。うん、疲れた。疲れた。そうやね、たっぷり7時間ほど遊びましたね。はい、ここから大阪に向けて帰りたいと思います。はい、それではまた次回元気でお会いしましょう。またね、しましょう。何度も言いますけど、ここ福井県です。福井県です。福井県からお届けしました。
ってんの。